はい、どうもこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室代表講師の平田直之です。本日はこちらですね、ちょっと文房具の紹介をしたいなと思いまして、動画撮りました。はい、見えますか？ちょっと近づきますね。はい、こちらです。万年筆なんですけども、パイロットから出てる、カクノっていう万年筆です。それの、透明軸です。はい、こう透けてるのが分かりますか？中にもインクが入ってます。はい、まあ、こちらちょっとご紹介しようかなと思ってます。まあ、なかなかレッスンするときにですね、いろいろメモを書いたりとかするときに万年筆ってすごく楽なんですね。まあ、キャップを外したりってするのもちょっと手間なのもあるんですけども、まあ、こうボールペンで書くよりもすごくリラックスして書けるっていう、はい。まあ、なんとなくなんですけども、ドラムをまあ力を抜いて叩かないとなかなか早く叩けないとか、継続して叩けないっていうのがあるんですが、まあ、なんとなく似てるような気がして、でそれでちょっといろいろと万年筆持ってたりします。はい、で今回、コロナ禍ですね、書くのに入れたのが、コンバーターって言いまして、他社のインクを使えるっていうような、ちょっと画期的な、なんていうんですかね、機械っていうんですかね、はい、こちらになるんですけども、はい、でも入ってるのは同じパイロットの、月夜ですねの、青いインクですね、はい、こちらが入ってます。でこの書くの実はまだ正式には発売してないんですね。たまたま文房具屋さんに電話したら在庫ありますよっていう話で、販売もできますって言われたので、急いで買いました。正式な発売は8月1日からになります。はい、ただ銀座の伊藤屋さんですかね、そちらなんかだと今販売しているそうです。はい、で特徴としては、透明っていうのももちろんそうなんですけども、価格帯も、1000円で、万年筆からすれば安いです。普通の方の感覚だと多分すごい高いと思います。はい、で EF っていうすごい細い字が書ける、万年筆なんですけども、こちらペン先ですね、なかなか分かりづらいんですけども、顔の文字が書いてあります。はい、でさらに、ベロを出している絵が、ついてるんですけども、なかなかちょっとこれじゃ分かりづらいですね。はい、早速書いていきたいと思います。はい、では早速書いていきます。はい、線はこのくらい細いです。で万年筆の特徴なんですけども、手にこう乗せて置くだけで簡単に線が書けちゃうんですね。はい、これが一番の魅力かなとも思います。なのですごいこうスラスラ字が書けやすいっていうんですかね。はい、一応先ほど見づらかったんですけども、はい、こんなような形でベロを出している絵ですね。はい、あとはいろいろインクを書いてみると、インクが乾くまでにちょっとだけ時間がかかるんですね。そうすると色の変化を楽しめるっていうのもあります。はい、よかったらぜひ万年筆使ってみてください。今回は全く動画じゃないですね、ドラムと関係ない動画のご紹介となるんですけども、最近万年筆に結構ハマってて、いろいろいくつか持ってたりします。過去にも動画で上げてますので、よかったらぜひ見てみてください。では今日はこんな形で、ご視聴ありがとうございます。